兵庫県芸術文化協会はきょう地域で伝統文化の発展や継承に尽力する個人や団体の功績を称えるふるさと文化賞に阿ンツ通や長画の作家などを選んだと発表しました今年度で42回目となるふるさと文化賞を受賞した上郡町の南直子さんは途絶えかけていた阿ンツ通の世界に15歳で飛び込み折り方技法を継承 その上で今までにない形状のダンを作るなど、新しい視点を取り入れ、発展させました。博石市の伊藤太一さんは、県都市にカッターナイフで彫り込む独自の長画を編み出し、兵庫のふるさとの風景や暮らしを題材に温かみのある作品を50年にわたって作り続けています。 このほか団体では新温泉町で室町時代が起源とされる伝統民族芸能を地域の幅広い世代で保存継承している九谷三坂踊り保存会そして南あわじ市で70年にわたり素人浄瑠璃の全国大会を開催し淡路人形浄瑠璃の担い手育成などを行う淡路そぎ審査会が選ばれています。 ふるさと文化賞の贈呈式は今月24日に兵庫県民会館で行われます。